カメンスクーラリスキー市の紋章カメンスクーラリスキーのイタリ生産者制度遺跡側の端カメンスク州鉄所の管理棟セルゲイ・プロクジンゴルスキーが撮影したカメンスキーの精錬工場カメンスクーラリスキー近郊の遺跡川カメンスクーラリスキーはロシアのスベルドロフスク州の都市でウラル山脈の東側の遺跡川にカメン川が流れ込む合流点に立つ 州都、エカテリンブルクからは 100km 南東にある。人口は174,689人。1972年調査では17万3,000人。1939年調査では5万1,000人。仮面スクーラリスキーは仮面スキー地区の行政中心地だが、仮面スキー地区には属さない。仮面スクーラリスキーは行政的には州に直属する都市である。 スベルドロフスク州の南端に位置する仮面スクーラリスキーの地域は伊勢地区の深い谷により二つの区に分かれる。伊勢地区は右岸で市の南半分を占めるクラスのゴルスキー区域と伊勢地区は左岸で市の北半分にあたるシナルスキー区域である。シナルスキーという名は伊勢地区に南から合流するシナラ川に由来する。また六つの農村村落が仮面スクーラリスキー市に属する。 仮面か川と伊勢地川の合流点付近には鉄の交渉がむき出しになっており手で掘ることができる状態であった。1682年南のダルマトボにあるダルマトフスキー修道院がこの交渉を含む地域の所有を国から認められ修道院は農民らを新しい集落に移住させた。このジェレゼンスコエ村が後の仮面スクーラリスキーの元となる。 皇帝ピョートル一世は、当時未開発だったウラル地方に、豊富な鉄鋼床があることに目をつけ、1699年に仮面カカーと伊勢地川の合流点の交渉、工場、集落を修道院から取り上げ、国営の工場建設を始めた。1700年、スウェーデンとの大北方戦争が勃発した。ナルバの戦いでは、ロシア軍が敗北し、 大砲のほとんどを失った。当時のロシアは大砲の原料となる高品質な鉄を海外からの輸入に頼っていたが、その輸入も大北方戦争により途絶えた。これにより、ウラルでの鉄開発は緊急の課題となった。1701年10月15日、ウラル地方最初の製鉄工場であるカメンスク中鉄所での鋳造が開始された。 この日がカメンスクラリスキー市の始まりの日となっている。カメンスク中鉄所は主に大砲や砲丸などを製造した。カメンスク工場周辺の集落はカメンスキーザボードと呼ばれるようになった。1774年のプガチョフの乱ではカメンスキーザボードも反乱軍に制圧されている。1825年から1829年にかけては工場も その周囲の集落も大規模に改造された。工場の管理棟、病院、航路などが新しく作られ、町の制度も再建された。この頃の仮面スキーザボードの労働者は、工場と永続的な契約を結んでおり、工場を退職する権利はなかった。1861年の濃度解放令に続き、 1863年には、カメンスキー・ザ・ボードの工場、労働者も濃度に近い状態から解放された。1885年には、エカテリンブルクチュメニカンの鉄道から、カメンスキー・ザ・ボードへの支線が開通した。駅名は、ウラル鉄道の最初の車種の名を記念して、オストルフスカヤ駅となったが、後に、シナルスカヤ駅に変わった。この支線は1913年に、 タルマトボを経て、シャドリンスクへ伸び、さらに、クルガンへ伸びた。1940年には、チェリアビンスク方面への鉄道も開通した。鉄道が伸びるのと同時に、大規模な金属工場も次々と開業した。1926年には、時代遅れとなっていたカメンスク中鉄所が閉鎖されたが、1934年、シナルスキーパイプ工場が開業した。 1939年には、ウラルアルミニウム工場が開業した。このアルミ工場は、第二次世界大戦中のソ連では、唯一のアルミ工場であった。1930年代は、人口も大幅に伸びた。1935年4月20日、カメンスキー座暴動は、死の地位を与えられ、カメンスク氏となった。1940年6月6日、 他のカメンスクと区別するため、カメンスクーラリスキーと改名された。大祖国戦争に伴い、ヨーロッパ・ロシアからの工場疎開により、カメンスクーラリスキーにはいくつもの工場が拠点を置くようになり、それらが合同した大工場も誕生した。1942年には、 仮面スクーラリスキー非鉄金属加工工場が1944年には仮面スクーラリスキー野金工場が開業した。1957年のウラルカクサンジではマイアー区核技術施設から出た放射性物質は北東方面に向けて流れて降り注いだが仮面スクーラリスキー近郊もこの大場の汚染地域に含まれている。仮面スクーラリスキーは州内でも成長の早い都市である。 燃料、焼金、機械製造、セミコンダクター、軽工業や食品工業などが主な産業である。最も大きな産業は、非鉄金属の精錬で、市の工業生産の六十九パーセント、州の工業生産の十二点九パーセントを占める。特に大きな工場は、ロシアの鉄パイプ大手の TMK に属する、シナルシキーパイプ工場、アルミニウム大手のルサールに属する、 ウラルアルミニウム工場、レノバホールディングスの一部である、カメンスクウラリスキー非鉄金属加工工場などがある。当地にある、クラスノゴルスク火力発電所は、地域発電会社、TGK-9 に属する。カメンスクイコールウラリスキーでは、シベリア鉄道の支線となる、エカテリンブルククルガン間の路線とボグダノビッチ、チェリアビンスク間の路線が交差している。 仮面スクーラリスキーを通る主な道路にはエカテリンブルククルガン間の R354 線がある。市内交通はバスが中心である。3両線で合計3 9 4トルの長さのあったトロリーバスは2015年3月2日に廃止された。仮面スクーラリスキーにはウラル工科大学のキャンパスがある。ウラル経済大学、ウラル経済管理。 法律研究所なども市内に拠点を置く。地質学博物館、地方史博物館、農村文化史博物館などの博物館や、劇場、映画館なども市内にはある。19世紀に建てられた、鋳鉄所の管理棟はよく保存されている。伊勢地川は、周囲の平野よりも、深い谷を刻んで流れており、岩の多い地形は、自然記念物に指定されている。大晦日には、 市内の企業などが雪と氷でできた小さな街を作る催しがある。昔話の登場人物、ジェド・マロースやスネグウラチカ、十二種の動物などが飾られる。仮面スクーラリスキーで育った人や働いた人々には以下のような人々がいる。ありがとうございます。